コツメカワウソのチータンです。今週はカワウソ密着シリーズ最終章。チータンのお友達のコツメカワウソちゃんがいろんな芸をたっぷり披露してくれます。とっても人懐っこくて面白いことができるカワウソちゃんにご期待ください。カワウソチータンが行く本当の日本、始まり始まり。あの隙間にこう手を突っ込むのが実はすごく好きで、この後できるかもしれないですけど、実際にコツメカワウソと握手できる、こともできるかもしれない。ちょっと見て、ああ眠いかもしれないですね。結構いっぱい寝るんですか？すごく寝ますね。最初は3つ、そうですね、このヤドクッキー。それを温めてこう日向ぼっこするのが大事は、まあ、尻尾が邪魔だったりするから、ぐるぐる感じで。食べてますよね。確かにちょっとラッコに似てるかも。食べ方が可愛い。可愛い。食べてる。本当に強く噛まれちゃうと手のひらにあの歯の跡が残ってるシーさんもいたりとか、こういうコツメカワウソって一番小さいカワウソなんですけれども、それでも噛む力すごく強くて、今ワカサギもすごいパクパク食べちゃいますよね。じっとしてることあるんですか？このコツメカワウソってあの起きてるとだいたいこう泳いだりしてるか、あの遊んでるか。こんにちは。おいで。こっちだよ。マロンちゃん。触ってくれた。今餌取ってくれました。可愛い。チータンと同じコツメカワウソちゃん、本当に可愛かったですね。そしていつの日か日本カワウソに会える日を夢見てます。今は外に出られないけれど、もう少ししたらチータンも一緒に日本の本当の魅力を探しに行きたいです。それではまた来週お会いしましょう。全てはここで起こってる。